勇者ぬるぽこで遊ぼう。さあ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 、やったことある、これね、見たことあるでしょう。何ですかこれ、やったことある。これも我々、おもころが作ったボードゲーム、私たちが勇者ぬるぽこですよ。みんなもう持ってるでしょね、持ってますよね。もう概要欄にもリンクも貼ってあるんで、うん、もう持ってない人は本当もう本当もう困ってます、我々困ってます。これ以上困らせないでください。本当にもう困ってます。いろんなとこで買えるようになってるらしいですからね。あ、そうそうそうなんですよ。一時期ねちょっとその、うん、もう売り切れみたいな感じになってたんですけど、うん、もうめちゃめちゃ在庫ありますから、ね、よくないよ、めちゃめちゃ困らせないでください。困ってます、我々もうヘトヘトです。私たちを困らせて楽しいどういいですよ。確かにこのゲーム、あのね、まあ、ファンタジーの名前をつけていくと、はい、それっぽい名前をつけて、例えばこのトカゲ族の槍使いにふさわしい名前みたいなのを、あの名前カードからね、お前の力を選んでつけていくという、まあ、共感値がね、すごい共感力が大切なゲームなんですよ。で前回我々もこの5人でプレイしたんですけど、やったやったやったじゃん。みんな共感力が高すぎて、すごい高得点、うん、あ確かに結構当たったかもすいません、ちょっとね、まあ、動画にならないぐらいだから作ったっていうのもあるからね、そもそもね。そうそうそう、というわけで、うん、あのそれは僕たちが結構 RPG とかファンタジーものが好きだからだ、うん、まあね、確かにそれはそうです。海外ドラマとかいろいろあるから、ね、だからもう今回あの一切もうファンタジーとか、うん、もう RPG とかもやったことない人、そんなやついないでしょ、現代にも。共感力もない。共感力もない。なんもない。赤ちゃんぐらいじゃない。赤ちゃんに最も近い男。赤ちゃんに最も近い男。それ赤ちゃんじゃない。赤ちゃんに最も近い男呼んできてますんで。あれだ。その人に今回、うん、あの完全にもう名前をつけるというところ、その人に完全にお任せしましょう。はいはい、普段はね、おうおう、回していくんですけど、はいはいはい、でそれでどれだけ正解できるかっていう。特殊ルールだ、今日特殊ルール、チャレンジしてみましょう、うん、というわけでどうぞ。誰、赤ちゃんって誰なんですか。あ、え、あれ、あれ赤ちゃんじゃない、赤ちゃんだ、赤ちゃんじゃない、これ大きい赤ちゃん。なになになに、そうでしょ、鶴木かハゲマル君だった、鶴木かハゲマル君だった、嘘、鶴石膏、それは隠してたの今というわけで、うん、長島さんに来てもらいました。はい、長島です、社長じゃないですか、これを作った責任者ですからね。もうそうね、言ったらこれちょっと間違えたら教えてほしいんですけど、はい、ぬるぽこ、うん、あ、はい、うん、は、え、え、何、ぬるぽこだってます、え、いや、書いてある、書いてある、勇者ぬるぽこです、聞いてしました。変だぞ、共感力、もうやばい、もうやばい、もうやばい、変だぞ今日は、共感とかじゃない、こっからやばいとは思わなかった。確かに長島さん、本当 RPG とかやったことないですよね。やったことないです、 RPG です、ね、あ、ドラクエやったことないですか。ドラクエは1、1、あ、1、2はあるんだ、多分ですね、多分覚えてない、どんくらいの、どんくらいの記憶なくなる。あと映画とかも全然見ない、ね、見ないですね。だって、外国の俳優さんとか一切知らないです、全然知らない。ファンタジーの名付け方とかも知らないんです。わかんないんだ、その文脈みたいなやつ。そう、うん、その状態でちょっとね、お客さんと遊んでもらおうということで、いいですね、どうなるんだろう、はい、というわけでじゃあ早速やっていきましょう。はい、おもころチャンネル。長島さん、遊び方わかります？わかります、本当に本当にわかります。ずっとわかります。怪しい。やったことあります、ね、やったことあると思いますね、多分。あると思います。ドラクエとかと一緒の感じなんですね。思い出残ってる。記憶がもう全然。こちらは、まずこのお題カードをね、うんうん、4枚並べましょう。はいはいはい、こう並べて、うんうん、どれが当てるやつかっていうのを指し示すのがあるんで、これをもう長島さんだけ見えるようにセットしましょう。でこれをこうやってこうと、はい、はいはいはい、はい、で長島さんだけ今正解が分かってる、はい、でこの文字カード5枚引いてもらって、はい、出しますね、はい、1、2、それも覚えられない、4、5と、はいはい、はい、はい、その中で僕たちにね、うん、正解させるべく、はい、私の名前つけてください、お願いしますよ、頼みますよ、いっぱいカード使った方がいいんだっけ、いや、名前でもいい、名前でもいいですね、1枚でもいい、はい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 、全部使ってもいい、うん、僕ね、ごめんなさい、申し訳ないんだけど、勘、はい、はいいんだよ、勘、うん、なんで、その試験ないんだけども、申し訳ない、本当に当てちゃう、当てちゃう、だから結構みんな、あ、長島さんこれ
いい感じなんで。なんだろう、そういうこと。それはそれでいいですよね、別に。そういう人でも遊べるっていうね。で、あとこれあれよね、そこだけ見ても、他と想起させちゃったらまたあれじゃない。あ、そうそうそう。これいいですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうことですよ。そういうこと。幹部社長やってるだけあるんです。確かに。どういう見方してる今。え？全部ちょっとおかしい。あれ使える文字とか。人かと同じ。試験官ごっこしてる時に人が。確かに。じゃあ行きましょうか。はい。あ。え、どっち？ファローは？ファローね。ファローは？ファローはね。ファローは？はい。すべてを知るフクロウ、魔物と化した暗黒剣士、御殿場王女、ドラゴンの女王。ほうほうほう。ファローは？ファローは？なんか全部いけそうだね。確かにね。これ消去法じゃないですか、でも。全部ありそう。怪しいなっていうのはやっぱりロアっていうのってちょっと女性的な感じを僕は感じてて、なるほど、そう、本当男っぽいイメージ、男っぽい気がするけど、ファでファイヤーを想起するんで、はい、ドラゴンの女王、ドラゴンの女王、ファロアなんじゃないかな。俺も逆にロアが男っぽいから、暗黒剣士なんじゃないかな。暗黒剣士もいいよ。暗黒剣士にしてはでも暗黒感がちょっと薄いんだね。ファロア確かに濁点とかつけたくなるね。私結構フクロウとかもある、あらこれは割ともうこれ何でもありそうな、おてんば王女だけはないかな。ないね、おてんば王女ではない、おてんば王女ではないか。まずはちょっとね、分からないから、とりあえずもうこれ多数決でいく。だから1回ね、まずね、全てを知るフクロウだと思う人、じゃあはい、ほう、魔物と化した暗黒剣士だと思う人、1、ドラゴンの女王だと思う人、2、じゃあもうどっちか、フクロウか、フクロウ、長田くんの一票でいいんじゃないよ。俺はじゃあ、分かった、ドラゴンの女王。じゃあドラゴンの女王、頼む。ドラゴンの女王、ファロワー100点、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 100点やもん。よっしゃー、当たり、当たり、当たりです、当たり、当たり、当たり、どういうこと、こういうことね。あー、よかった、よかった。これいいじゃん、全然いいじゃん、全然いけるじゃないですか。はいはい、ブラザーやね。そっち側誰も人いないですから。怖い、怖い話。あー、いい、あ、でも暗黒剣士ダメだったんだ。あー、危なかったね。でも、あーちゃんぴったし、ありがとうございます。あ、ほんと、このロアが僕女性だと思った。あー、いいですね。これでも最先いいですね。これね、やっぱ知らなくてもできるのかな。ジミは、これやっぱいいわ。やってみよう。世界で最も裕福な貴族、邪教徒が信奉する神、乱暴な山賊、カジノで栄える港町。結構割れたね。これはでも全然ジャンルが違うじゃない。確かに、全部違う。じゃあ5枚カード引いてもらって、名前つけてください。はいはい、あ、ごめんなさい、本当に申し訳ない。すごいラッキーだったのが、今回全部違うじゃん。これ街、山賊、神、貴族、かなり差別化できるんで、申し訳ない。申し訳ない。いいことよ。謝るんですよ。頭申し訳ない。じゃあもうやってください。じゃあもうやってください。じゃあすいません。え？来た。来た。はい。来た。来ます。え？トネルグラー？トネルグラ、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 何、トネルグラ、トネルグラ、グララーガーみたいな、何これ、え、トネルグラ、初めて見た、トネルグラ、トネルグラ、女子グラじゃん、何これ、ちょっと乱暴な山賊はなんか、さすがに違う、さすがに違う、貴族でもないでしょ、それ、いや、わかんない、わからん、いや、貴族、ちょっとある、いや、どこでまず区切るのか、確かに、確かに、トネルなのか、トネルグラー、名前名字みたいな可能性もある。トネが名字かもしれない。トネ、トネルグラー、トネルグラー、あ、ルグラーね。え、でもやっぱグギルとかわかんない。わかんないね、グギルとか知らない。そっか、確かに、なんかそういう区切りでかっこいいみたいな。そう、それはやっぱね、知ってるやつのそれをイコールで区切る。はいはいはい、あれじゃなくて、ああいうのやっぱ知らないから、このままかもね、トネルグラー。ああ、じゃあ街じゃない。あ、なるほど。街ね。最後になんとかにやみたいなのってさ、地名が多い気がするから。いや、それわかんのかな。トネルグラ。トネルグラ。すごい名前だな。なんか俺街かもと思ったけど。いやー、もうわからんな。これはむずいね。どう？ぴったりむずいな。僕はね、邪教徒ないと思うんですよね。ない。本当。邪神ない。
僕がもし進行するならトネルグラって名前のとこには行きたくない。それは邪教そうよ、大体邪教とか。トネルグラ様ってさ、いやいや言いたいな。いや言いたい。トネルグラ様、なんかいびつな怖いものが。トネルグラ様、トネルグラ、なぜ。言いたいよ、ね、部下に厳しいんだ。言いたいわ、ごめんなさい。言いたさはある。確かに言いたさ理論あるかもな。世界で最も裕福な貴族だと思う人、あゼロ、じゃあ京都が信奉する神、あじゃあ俺だ、俺満場一致よ、みんなで言おう、はい、じゃあ京都が信奉する神、トネルグラ、え100点来るぜ、100点、あー、泣いちゃった、どっちどっちどっち、100点、100点、マジ素晴らしい、当たり、当たりです、おー素晴らしいです。すごいです。そうなんだ。そうなんですよ。トネルグラー写真なんですね。やっぱり神様って名前長いのよ。あで、このグラがやっぱり、ね、るけどね、グラがちょっとさ、はい、暗黒の要素、あで、僕ね、このね、本当は5枚伝えたかったの。だからこれ見たらひょっとしたら、その状況でまたより当てれたと思うんだけど、はい、最後これね、ザメなのよ。ザメ。そう、はい、ザメ入れちゃうと、多分サメ連想して、はい、サメ港町え、なんで、あ、サメで、そう、だからこれ入れちゃうと多分ね、港町行っちゃうんじゃないかなと思ったサメだからちょっとこれサメだけじゃ行かない、行かないそう、おかしい、ね、素晴らしいブラザーブラザーあ、すごい当たってる、いけるいける、素晴らしいね、すごいね、100点いける、これ、今さ、これ話ね、ちょっと申し訳ないんだけど、そう、いやいやいや、あの、これひょっとしたら僕いけるってことはさ、うん、子供から大人まで、うん、ナイスのおじいちゃんまで、うん、いけるってことでしょ、うん、やっぱやっぱその正月とか冬休みの遊び道具として、うん、ってことよね、うん、多分正月終わってますか、まあ旧正月旧正月と遊ぶか、まあまあそうか、そう、まあ、国籍関係なくそういうの、そういうこと、そういうこと、いや関係ある、日本語がめちゃめちゃダメ、漢字使われてないから、漢字使中国語になってればねどんどん行こうよ、どんどん行こう、行きます、伝説の吸血鬼、はいはい、ラメツイブ気象、うん、瞬間移動呪文、炭鉱の街、これも分かれてんじゃん、これもいいじゃない、瞬間移動呪文とかでも知らないかも、知らないだろうね、あ、呪文ってあんまり、ね、覚えてます、呪文なんか、中島さん、いやいや、ビギラマン、ビギラマン、ドラクエ1だ、ドラクエ1の最強呪文、確かにビギラマンだけ覚えて、そうだ、おじいちゃんじゃん、ビギラマンだけ覚えてローマ術師、ローマ術師じゃん、わしの最高呪文じゃん、ビギラマンじゃん、ここまで来たらパーフェクトを目指して、ね、確かに、うん、ただ外した時めちゃめちゃ言います僕ら、え、めちゃめちゃバリゾーンめちゃめちゃ言います、じゃあさ、人参じゃないけども全問正解したらこれめちゃめちゃ褒めてくれる、人参って何ですか、人参ぶら下げるみたいな、鼻先の人参、あ、なるほど、馬に対して人参団体で言うのすごい好きな人みたいな、人参あげますこれなんで、そんな意味ない、人参嫌いです当てに行きます、オーケー、ごめんなさい、はいはい、え、おー、ルルラム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 、これ、俺は違うんじゃない、俺は、うん、俺はもう1個じゃない、俺は1個じゃないか、え、ほんと、うん、1個じゃない、え、呪文もあるんじゃない、呪文じゃない、え、あるわ、炭鉱の街はある気がしたけど、あ、吸血鬼、え、吸血鬼、え、吸血鬼、ルルラム、あれ、アルファ君、あれでしょ、だからロリ吸血鬼あ、そっち、いつもの癖でロリ吸血鬼の話じゃないの、違う、吸血鬼、え、どっちのカメラ入れよロリ吸血鬼じゃないの、視聴者の皆さんに語りかけないよ、ロリ吸血鬼、そういう設定が出てる、違うの、伝説の吸血鬼って言ったらね、大体おじさんよね、おじさんのもう伝説だけど、うん、その悪いことして力封じられて、うん、ロリになってあ、大人の女性だったんだけど、そうそう、魔力を抑えられた、そんなこと考えるわけないじゃん、全盛期の我が輩ならこの手、いや、そうそうそうどっちのカメラにどっち、分かるか、えそういう設定だとしたら、まあ、ね、ないない、そんな考えつかないって、確かにお坊さんみたいなやつ、ね、一切の欲がない、欲がいや、そうなの、確かにね、面白いしね、いや、まあ呪文じゃない、なるほどね、さすがにね、これはさすがに、瞬間移動呪文、ルルラム、あ、え、
いや、来る来る来る。どっちだ？来る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 か。違う、違う、違う、鬼瓦、鬼瓦。違う、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 違うの？表情豊かすぎて怖っ、怖っ。目の上、何横縦線何あれ。やったね、何最後。100点やった。途中バキのスペックみたいな倒してた、ね、やったあらららあ呪文だわ。結構今回は、瞬間移動は一旦抜き禁止でもう呪文だけでちょっと組みました、あーでルーラーは関係なかった。ルーラー関係ないですね。えたまたま、たまルーラー、まあ、ルーラー知ってると思うんですけど、知ってるかどうかも分かんない、はい、なんか呪文っぽい響き。不老不死の魔導士、はいはいはい、霧に包まれた街、うん、赤岩のドラゴン使い、はい、気前のいいドワーフの鍛冶屋。僕小学校の時に先生に、はいはい、順番数える時に、うん、ワン、ツー、サン、シーってこう数える人がいて、あ、サンから急にね、はい、日本サン、シー、そうそう、はい、ワン、ツー、サン、シーって数えちゃった。撮影中ですよ。はい、来た、はい、リアエルシャン。いいですね。リアエルシャン、リアエルシャン、いいですね。パーティーで飲むやつやスパークリングワイン。リアエルシャン、ウェシャンド。スパークリングワイン、スパークリングワインないじゃないですか。リアエルシャン、リアエルシャン、ドワーフではない、ドワーフではないよ、ね、確かに、鍛冶屋は分かるよ。いや、知らない、知らないと思います。何も知らない。普通の概念がよく分かってないのだとしたら分かる。いやどうする？いやどっちもある。俺も上2つかな。どっちか。街が結構行きたくなってきたな。いや街もあるのよ。北沢行ってて気持ちいいの。リアエルシャン。霧に包まれた街。リアエルシャン。あ。来い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 。来い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 。頼め。あ、え。うわあ。え、ブロケ。ブロケ。え、カプテンが来てる。え、テントリア。何これ。何これ。どっち？ああ。悲しいよ。不正解です。不正解です。やばい。一番怖いでしょ。これはひどい。これはひどいよ。フォード。フォードね。じゃちょっと説明します。エリアなんてさ、このリア充とかさ、リアルゴールドとかさ。リア充とリアルゴールド。全然違う。つまり気前がいいのよ。これリアエルシャンで、ドワーフの名前でこれはないです。ないよ。鍛冶屋ですよ。鍛冶屋ですよ。でも気前がいいんだよ。気前がいいでしょ。鍛冶屋であんま気前悪いやつもいないですよ。そんで町はないよ逆に。町でそんなこんな長い町ないもん。いやある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 。いや神保町でもう長いよ。いやでも。とかさ、境とか短いの選んでないじゃあいろいろあるんだよ。短くても長くてエルフの弓使い、これはいいね。鉄壁の要塞都市、はい、これはいい、はい、違うぞ全然。始まりの街、これすごい、ね、全然違うぞ。悪の四天王洞窟使い、全然違う、これ全然違うじゃん。こんなの初めてセットですよ。お、会員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 、あ、宿屋、トヨコイン、トヨコインみたいな始まりの街だから、ね、会開くみたいなイメージがあるから、始まり、始まりっぽい、めちゃくちゃ安直な理由かもしれない。使いはまあギリ分かるぞ。会員、そうね、会員、会員、外国から来てる中国のね、そうそう、独身使い、それだったら会員、なるほどね。それ以外はちょっと俺もう許せない。それは逆に言ったら。マジでやってほしくないな。悪の四天王独使い。カイン。正解。マジ？何見して？正解はどれ？正解どれよ。始まりの街？言ってた、もう正解丸々言ってたね。ビンちゃんが。え、私が？うん。何個いい？カインってその。会開く東横院の院。え？で、最初のホテルこれがさ会員でしょ。最初のホテルじゃない。最初のホテルじゃないよ。RPG の始まりがビジホなこと。それに対してあーちゃんがさ、くだんねえみたいな。くだんなくないのよ。いやいやいや。オラってこと分かってんだからさ、オラの脳見てよ。
ほらの脳を見てよ。ほらの脳を見てよ。脳外科に、脳外科に急に来た脳の露出。行きましょう。自爆の呪文。はい。慈愛の女神。おう、うん、違う。時を操る禁断の呪文。あ、呪文2個目だ。気難しい機械技師。気難しい機械技師、難しいか。シルボドラナイカ。シルボドラナイカ。ドラナイカ。気難しい機械技師、シルボドラナイカ。くっそー、ちょっと嘘、何何じゃあ。自爆？自爆？違うよ。時を操る呪文っていうのは、うん、もう何回も何回の超まあまあ、ね、ハードが難しいから、まあ、禁断の呪文ですから、だからもう文字列長くなるのよ。あ、まあ、そう、修行積まなきゃだから、うん、となるともう、もうこれこれと、いやーそうなんだよ。占いがあんまり呪文じゃないんだよな。行きましょう、うん、神が作りし金属、お悪の四天王、人造ゴーレム、おーおーおー、金好きの踊り子、いいね、親切な宿屋さん、あっ、おブラフ、ブラフ、どれ違うくない、え、マジでブラフ、ブラジャーフォン、ブラジャーフォン、確かにブラジャーフォン、おっぱいに入れるんだよな、ブラフォンじゃん、わしのつくめじいさん、つけめじいさん、亀仙人みたいな、いやでもブラジャーから言ってるよ。ブラジャーから言ってる。ブラジャーから言ってる。フォンがおかしくない？フォンもおかしい。じゃあブラだけどよくない？もっと女性っぽい名前やっぱあるはずだけど、ね。おかしいんだけど、なんか匂うな。え？なんかまと、まっとうじゃない感じが匂うみたいな。悪さしてる。悪さしてる。ってことはオリコ？ブラジャー。ブラジャー。ブラジャー。ブラジャーがフォンってなるんですよ。うわぁ、最悪。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 いや、それもないと信じようよ。そうね。ないよ、そんな社長よ。ブラジャーフォンってなる。ゲロゲロ。ポロリモン。うわあ。最悪。おっしゃる通りで。それ始まったらもうやばいぞ。そうね。やばい。そこも信じる。これも信じるね。信じるでいいね。はい。行こう。はい。悪の四天王、人造ゴーレム。ブラボー。来た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 。立ってくれよ。頼む。これは本当頼むよ。頼む。もちろんこれはね、男性もつけるんですから、うん、女性のイメージなんてつけちゃダメですよ。そっち、うん、イメージはね、そうなんですよ。じゃあ行きましょう、はい、人と魔物が共生する街、素敵ね、素敵、ステータス以上すべて回復する霊薬、はいはいはいね、変わり者の発明家爺さん、素敵、五大陸を滑る紹介、素晴らしい、結構違うじゃん、薄いね、3枚、3枚か、頼むよ、きた、レッドロイヤル、レッドロイヤル、レッドロイヤル、かっこいい、レッドロイヤル、全部違うぞ、クソっぽくはレッドなのか、ああなるほどね、薬ね、薬っぽいかも、レッドロイヤルか、なるほど、さっきもなんかリアルゴールドとか言ってた、確かに、薬ね、ゴールド、色で効き目が分かれた、なるほどなるほど、これはいいかもね、レッドロイヤル、シンプル、いやあるね、薬あるね。まだ紹介も若干ね、あるそうなんだ、ある強そうってか組織感、レッドロイラル紹介ある、あるめっちゃある、あーかっこいい、かっこいい、そっか、かっこいいわ、薬だったらロイヤルレッドの方がいいもんね、あーそうかも、確かに、あーそうかもね、じいさんはないよね、じいさんない、レッドロイとかレッドラルだけですね、レッドロイラルはね、なんならレッドでいいぐらい、レッドはね、ロイとかラルとかだけでね、マチもない、マチ、マチね、1割1割ぐらい、1割ぐらい、1割ぐらい、ロイラルにしないかもね、それもね、いや紹介はあるよ、レッドロイラル紹介、赤い飛空艇の軍団で、レッドロイラル紹介かっこいいよ、街を埋め尽くしてシンクのスーツでしょうね、あょあ、パリッとしたら分かる、降りてきて、この街も私たちの支配下だ、この大陸も赤く染めていいね、レッドロイラル紹介こんな薬がみんなの手に渡ってはいけないですね、あ、これ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 レッドロイラル紹介が許せねえな、許せねえ、レッドロイラル紹介以外ねえわ紹介
紹介にしたくなってきたの、やっぱかっこいいもんな。団体で見たら薬のがありそうだけど、かっこよさで選ぶならやっぱ紹介なんだよ。そうですね、さっきからかっこよさで選んで失敗してるから、なるほど、やっぱ一個シンプルにした方がいい。かっこよくないのよ、川島さんって。そうね、そうですね、本当に本当にってこれで外したらどうする。もし紹介やった時になんか俺たちダメージはある。確かにダメージあるけど、こんなにかっこよかった。でもなんとか紹介つけない気しますよね、さっき Google とかみたいな。あ、なるほどね。そうそう、じゃあレッドロイラルだった。そう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 、じゃあ霊薬にしますか。ね、これ当たった、当てに行こう、うん、ステータス以上全て回復する霊薬レッドロイヤル。これは来た来た。あ、社長レッドロイヤル。え、どっちだ。ボンビーのルーレット。どっち、僕は。どっちだ。来た、ミニボンビー、チビボンビー。これは来た。マジ。ほんと、そった。あ、まさか、わー、まさか、もしかして。何やろー、何やー、やっちゃいけない。しかも罰じゃん、罰。うわー、うわー、やば、ちょっと信じればよかった。やっちゃった。何回やってんの僕これ。やべー、悔しい。これは俺たちが悪いかも。僕らが悪い、ね、軽く見た、ね、信じ長島さんを軽く見た。軽く見ちゃったわ。くしょー、ね、で、あーちゃんいいこと言ってて、うん、これだったらね、もうロイヤルレッド。そうだったわ。そうですよ、ロイヤルレッドか。これは申し訳ない。そうね、これはでもこっちで固まりかけてたからね。そうですよ、ちょっと舐めてこっちにしよう。ちょっと舐めたわね。当たる前提で悪口言っちゃった。おこのチャンネル。はい、というわけで、全8問、うん、はい、やりまして、正解が4つ、で、罰が1つだったので、うん、10ポイント。あー、我々は腕利き冒険者。腕利き冒険者、まあ普通ぐらい、そこそこ、まあ、悪くない、そこそこでしたね。悪くない。ただやっぱもうちょっと長島さんのこと信じてればいけない。確かにもう1問はいけたね。舐めちゃう、ちょっと舐めちゃう。やっぱね、舐めちゃダメなんですね。そうですね、ほら、社長なんだけど。信じてくれる。ほら、社長なんだけど。ちゃん悲しいし、しんちゃんが悲しくなって。いやでも全然その RPG とか通ってきてない人でも全然、うん、確かに普通にできてます。結構精度合わせて結構分かったね、うん、まあ、つまりこのドゥルポコのね、うん、概要欄からリンク飛んで、うんうん、買ってくれないと困ってます。困らせないでください。これ以上私たちを困らせないでください。それが目的ですか。確かに僕らを困らせる。困りすぎて社長が出てきたのかな。本当にありそうだ。満足ですね、社長が張り出してきた。そんなに困ってる。直々にお願いしてきた、ね、社長がもうこんなに頭下げてる。こんなに頭下げてる。散々舐められてる。お願いします。というわけで、はい、ぜひ皆さんも買って、はい、遊んでみてください、はい、ありがとうございました。高評価博士、どうしたんだよチャンネル坊や。どうしたら登録してない人がこのチャンネル登録してくれるのかな。簡単さ、チャンネル登録者には100万円プレゼントって言って現金の画像を貼ってツイートするさ。さすが高評価博士、待つんじゃチャンネル坊や。え、こいつは定評博士じゃ。しまった。チャンネル坊やや登録者を増やすにはみんなにお願いするしかないんだよ。さすが高評価博士。おもころチャンネルをご覧の皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価はたまらない、低評価は押さないでくれよ。登録